ハロウィンの祭りでにぎわうこんな時だからこそかな。君と過ごせる時間をとても幸せに感じるよ。新商品の納期まで時間がないわ。作業工程の改善化を図ってもっと効率を上げないと。風の加護を我らに。やってやるぜ。価格が違うわ。暴れるぜ。入れたぞ。食らうがよい。霊界の力よ。覚悟しろよ。攻めていきましょう。燃え、燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。褒めてやっ、暴れるぜ。こっからが本番だな。開け魔の扉、チリとかせ。さあおいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム、褒めていきましょう。暴れるぜ。お祭りだ。水着もバッチリ。ナナカサマーカーニバル。さすが今だ。我が力を知れ。風の精霊よ、大気の加護を。オンに切るよ。覚悟しろよ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。ナイスでござる。大詰めだね。開け魔の扉、チリとかせ。攻めていきましょう。やったな。暴れるぜ。大したことねえよ。くらいやがれ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。褒めてやる。さあおいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム、ナイスでござる。ハロウィンだからって手は抜かないよ。しっかり働きましょう。モットーはそう、事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開よ。あなた以
上にバイトしてる人、私の周りにはいませんけど。まあそれ以前に知り合いが極端に少ないというだけですが。おや、君は。工場の人に見つかってしまいました。ご安心ください。私は決して怪しい産業スパイなどでは。バイトの面接に来ただけで。元気いいね。じゃあ採用。酸欠大丈夫なんですか。こんなどこの森の骨ともわからないただのエルフをそんなにも簡単に雇っても。いいよ。君が葵くんでしょ。彼から話は聞いてたからね。彼もここのバイトリーダーの紹介で入ったし、真面目に働いてくれるって信じてるから。なんてあっさりとした面接なんでしょう。せっかく三日三晩寝ずに志望動機や自己 PR を考えてきたのに。じゃあそういうことだから、今日からもうシフト入れるかな。はい、喜んで。ありがとう。じゃあまずはこの工場の説明をするね。ご覧の通り、ここでは子供が遊ぶおもちゃを作っているんだ。でもただ部品を作って組み立てるだけじゃなくて、商品の企画を考えたり、デザインや設計図の作成、実際のおもちゃ作り、それにお店への卸までしているよ。なんだかいろんな仕事がありそうですね。新商品の企画なんかは工場長の私が全部考えてるけど、これが毎回大変でね、悩むことの方が多いかな。でもそんなことも吹っ飛ぶくらい子供の笑顔って素敵なんだ。大変な仕事だけど、自分たちが作ったおもちゃで遊んでる子供を街で見かけると本当に嬉しくてね。素敵な仕事ですね。私も働くからには子供たちの笑顔のために頑張りたいと思います。その意気だよ。それじゃあ葵くんにはまず品質チェックをお願いしようかな。設計図通りに作られているか、製造の過程で傷がついていないか、何か問題がないかを細かくチェックする部門だよ。見本と見比べればいいから、初めてでもできるはず。もちろん他の従業員にもフォローしてもらうから安心してね。いろんなパーツや組み上がった完成品を見ることになるから、ここでどんなおもちゃを作っているかがよくわかると思うよ。わかりました。じゃあはい、これうちの作業服ね。服装は基本的に自由なんだけど、作業中に汚れることもあるから、よかったら使ってちょうだい。あ、そうそう、うちのバイトリーダー遅刻とかに厳しいから気をつけて。もうすぐ始業だから着替えるなら早めにね。採用早々バイトリーダーに目をつけられて地獄のような時間を過ごすっていう展開だけは避けたいです。おいこら新人、入ったばかりで右も左もわからないからって甘えてんじゃねえ。メモ取ってる暇あったら手を動かして体で覚えろ。罰として昼飯抜きで働け。いいか、分かったな。本当ですか。なら少し安心しましたけど、でも気を引き締めていきたいと思います。何事も初めが肝心ですからね。マイフレンド君のためにもしっかりと働いてがっぷりと稼がないといけないので、では着替えてきます。私は美冬、ここのバイトリーダーよ。
今日からよろしくね。よろしくお願いします。ここの工場のモットーは事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開。というわけで点呼の次は準備体操よ。おー、なに、さあ、あなたも一緒に。はい。天候に準備体操、工場の洗礼を受けました。でもこんなところでへこたれていてはいけませんよね。マイフレンド君、胸元のポケットから私の働きぶりを見守っててね。わあ、おもちゃの部品が流れてきました。私の仕事は傷や欠陥がないかを確認することでしたね。見本と見比べて、よし、意外とできそう。流れてくる速度もそんなに速くないし、しっかりと丁寧に。よし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 。おお、なんとかできそうな気がします。小さな頃から一人黙々と森で薬草を取っていた経験がまさかここで生きてくるとは。朝から晩までベルトコンベアに向き合っていれば誰とも会話せずに済みますし、どうやら私の転職かもしれません。ほら、飲み込みが早いわね。期待してるわよ、葵ちゃん。あら、リーダーさん、すみません、つい調子に乗った発言をしてしまいました。私なんか本当は社会の歯車以下で、隅っこも隅っこのあってもなくてもいい部分に申し訳程度に埋め込まれている中途半端なネジなんです。そう、緊張するとこうなるの？とりあえず落ち着いて。けど大丈夫そうね。仕事の覚えは早いもの。集中してるところ急に話しかけちゃってごめんなさいね。それにリーダーだなんて堅苦しい呼び方しなくていいわよ。私も彼の知り合いだし、気軽に名前で呼んで。いえ、私は新人バイトであります。いくら団長さんの知り合いとはいえ、バイトリーダーであるあなたをお名前で気安く呼ぶなど恐れ多くて。そう?本当に気にしなくていいのに。まあ呼び方なんて無理強いするものじゃないし、好きにして構わないわ。それとその団長さんって何？私たちはぼっちとバイバイするために BB 団というものを結成していまして、日夜人間の友達作りに励んでいるんです。それでこの人がその団長を務めているというわけなんです。そうなの。まあその頑張ってね。ちなみになんですけど、団長さんとはどういうご関係で？すみません、私なんかが立ち入ったことを聞いてしまって。ですがもし友人関係ということであれば、そう、私もその輪に。いえ、何でもありません。友人っていうよりかは彼とは師弟関係よ。師弟関係、まさか友達作りのお師匠さんですか？ということは私はリーダーさんの孫弟子に当たるのでは？時給が発生してるんですか？だからあなたはいろんなアルバイトをしてるんですね。もしや友達作りのノウハウも教えてもらっているとか、そしてそれを BB 団の活動に生かしているなんてことも。さすが団長さんです。私たちの活動のためにバイト代を使ってくださっていたのなんて。彼に教えているのは
効率のノウハウといったところかしら。何事においても重視しなければいけないのは効率よ。1に効率、2に効率、3しも休まず、5も当然効率。なるほど、効率ですか。今度効率のいい友達作りの練習方法も考えてみようかな。さて、効率という観点から見ると思ったよりも挨拶が伸びてしまったわ。工場全体の効率ポイントが 0.03 落ちたみたい。ということで2人とも引き続きしっかり頼むわね。私は他の部門も見てくるから。モットーは事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開。さん、はい。事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開。頑張ります。はい、今日もお疲れ様。じゃあ今日の振り返りだけど、納期までは残り5営業日で現在の達成率は 87% ね。うん、上々だわ。今日から新しい戦力も加わったことだし、私が組み立てたスケジュール通りに進行できそうよ。この調子で明日もよろしくね。ジャス、お先です、美冬さん。はい、気をつけて帰ってね。お願いします。今日鮮魚屋の特売日らしいっすね。もちろん知ってるわよ。でもまだ急がないわ。閉店間際のタイムセールに合わせて最安値を狙うから。さすが三冬リーダーっすね。やっぱ自分まだまだっす。もっと精進します。貫禄って、まあ褒め言葉として受け取るわ。君も葵ちゃんを誘ってくれてありがとう。期待以上の働きよ。普段はフォレスティエで薬草なんかを取り扱ってるんでしょ。ジャンルは違うけど品質を見極める目は確かなものだと思うわ。それじゃこれからもよろしくね。初日終わりました。なんとか乗り切りました。この調子で頑張るから、もう少し待っててね。大丈夫マイフレンド君。お疲れ様、葵君。バイトどうだったかな。リーダーさんがいろいろ教えてくれてとても助かりました。うん、美冬君って本当に頼りになるよね。彼女のおかげでこの工場の業績はかなりアップしたのだよ。そういえば胸のポケットにいるそのおもちゃ、見たことがないんだけど、もしかして手作りかい？あ、はい。大丈夫マイフレンド君 V4 といって、私がこしらえたものです。正確にはおもちゃではなく、とある目的のために作ったパートナーなんですけど。そっかそっか。それにしてもよくできているな。もっとよく見せてくれるかい？はい、どうぞ。どれどれ。ほほう、いい出来じゃないか。そうですか。そう言ってもらえて嬉しいです。作成には数ヶ月かかったので。ぬくもりのある手書きの顔に、おしゃれな胸元のブローチ、ベルトもいいアクセントになっていて、全体的なフォルムが引き締まって見えるよ。それになんといってもこの青いスカーフの躍動感、たなびく様子がマントにも見えて、今にも空を自由に飛んでいきそうだ。おお、マイフレンド君がこんなにも褒められるだなんて。嬉しいねマイフレンド君。手間暇かけて作った甲斐があったよ。あちこちについている傷や汚れはよく遊んでいる証拠だね。それは私が乱暴に扱ったからで。だからかっこよくカスタマイズしてあげたくてバイトを始めたんです。それがまさかおもちゃ工場だとは思ってもいませんでしたけど。そうだったんだね。じゃあここに来たのも何かの巡り合わせかもしれないね。
君のようにそういうものを大事にしている人に来てもらえて嬉しいよ。それじゃこれからも期待してるね。あ、はい、マイフレンド君のためにも一生懸命頑張ります。作ったおもちゃが子供たちの手元に届くまでもう少し。今回もたくさんの子供たちが笑顔になるといいね。そういえば次に作る商品は決まってましたっけ？ギク、その反応、工場長、もしかして。美冬くん、目が怖いよ。さすがスケジュール効率の鬼。雇用主の私に対してもそんな目ができるなんて。実はそうなんだよね、いいアイデアが思い浮かばなくて。まだランラルラ、どんな風にカスタムしようかな。あ、でもすぐにバイト代が入るわけじゃなかった。期間いっぱいまで働かないとお給料がもらえませんから、取らぬタヌキの皮材料というやつでした。工場長が考えないと私たちはどうにも。今時の子供の好みのリサーチやデザイン作成から設計図に起こすまでの作業ができるのは工場長だけなんですから。それはそうなんだけど、だけどどうにもね。だからもうちょっとだけその落ちそうな腕をギリギリつなぎ止めておいてね。ポロッと取れないように気をつけるんだよ。ファイト。そうそう、だからもうちょっとだけ待ってくれると。ん？どうしたんですか？アイデアだけじゃなくて言葉も出てこなくなったんですか？ひらめいた。葵くん、君の大丈夫マイフレンド君 V4 をベースにしたおもちゃを作らせてくれないかい？え？工場長、完成した直後だからテンションが上がって適当なことを言ってます？それとも私とのこの会話から逃げようとでも？本気だよ。この前見せてもらった時からずっといいなと思っていたんだ。それに葵くんが喋りかけている様子がなんとも微笑ましくてね。二人のやりとりを見て今ひらめいたんだよ。マイフレンドくんは子供にとって良き友達になってくれるはず。これからのおもちゃは相互コミュニケーションだ。いえ、これはそのとある目的の友達作りの練習台なので、その一環として話していると言いますか。だからおもちゃとして販売だなんて。マイフレンド君がたくさん作られるってことは魅力的ですけど。あ、でもそっか、それはマイフレンド君に友達ができるということなのかも。うん、一体一体丁寧に工場のみんなで作るんだ。いいおもちゃに仕上がるに違いないよ。工場長のインスピレーションをこんなにも刺激するなんてすごいわ。へえ、よく見てみると結構可愛い顔してるじゃない。葵ちゃん、どうかしら？そうですね、いつも私のハードな友達作りの練習に付き合ってもらっているし、
たまにはお礼をしないと。カスタマイズだけじゃ足りないよね。大丈夫マイフレンド君 V4 も私としか話せませんし、やっぱりいい加減飽きが来てますよね。なんてったって作った私ですら話題の枯渇に頭を抱えて、1号の時は友達妖精ギプスなんてものを。そっかそっか、そうだよね。ああなるほど、その着眼点はなかったよ。今大丈夫マイフレンド君と話していたの？はい。うんうん、そうだよね。うん、見ててわかったよ。それでなんて？オッケー。ただし一つだけ条件がある。今の俺よりかっこよく作ってくれ。だそうです。うん、わかった、任せてよ。よろしくお願いします。マイフレンド君に友達ができるのは作った私としても嬉しいです。快諾してくれてありがとう葵ちゃん。みんなで必ずいいおもちゃに仕上げましょう。はい、むしろ私の方こそ光栄です。友達作りの練習台としてこしらえたものがかっこよく生まれ変わって、それにたくさん作られるなんて。知っていったこれまでの大丈夫マイフレンド君たちもこれできっと報われるはず。よし、そうと決まれば早速取り掛かるぞ。あ、工場長待ってください。勤務時間はちゃんと守ってくださいね。それに長時間の労働は非効率的です。本来のパフォーマンスが発揮できない場合もありますから。はい。団長さん、このバイトに誘ってくれてありがとうございます。最初は本当に不安で不安で、森から出られなくなるように地面に足を埋めようかとも考えたりしていましたが、でも今ではやってみてよかったと思ってます。はい、マイフレンド君のためにも一生懸命頑張ります。モットーは、そう、事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開よ。行くとするか。水着魔法少女剣山、覚悟しろよ。今だ。ご登場願おう。おりゃトッキー霊界の力よ。ご退場願おう。やった、ふっ、格が違うな。まだ敵が残っていますね。燃えてきたぜ、ぶっ飛べ、ウルフェンファイト。開け魔の扉、チリとかせ。さすがだね。さあおいで、その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム、覚悟しろよ。大したことねえよ。注目ですか。風の精霊よ、大気の加護か。お祭りだ。水着もバッチリ、七かサマーカーニバル。トメ全体の力よ。暴れるぜ、燃えてきたぜ、ぶっ飛べ、ウルフェンファイト。足止めします。やっと飲まれよ。開け魔の扉、チリとかせ。すごいですね。くらいやがれ。今だ。さあおいで。
恐怖を刻もう。トリニティファントム、ナイスでござる。それなる夜を共に楽しもうではないか。主様が不自由なく使える部屋にしなくては。